どうも皆さんこんにちは、つるみです。リッチーです。リッチーです。というわけで今回はですね、ドッキリをしたいと思います。今社長寝てて上でちょうどチャンスだなと思って動画回してるんですけど、有名な YouTuber さんってやっぱ一回はこれで悩んだことあるなって思うんですけど、ネットのオークションとかにサインが転売されて悩んだことある人って多いと思うんですよ。でちなみに僕も最近あったの、俺のサインが転売されてたの、333円で。でも他のもう有名な YouTuber さんたちはそれよりも高値で売られてるんだ。せっかくさサインくださいってまっすぐな心で言われたから書いてるのに、それがお金に換えられるなんて悲しいじゃん。だからそれを今からやります。絶対怒られるよ、はい、というわけで今回のドッキリはですね、はじめ師匠の目の前ではじめ師匠のサイン転売してみた。ウェイウェイってやるよ。いやなんでそんな嫌がってんの。初めて会う人なのにさ初めてこれで終わっちゃうのさ、きつくね。でもさすがに俺もやっちゃいけないって心はあるから、サインこれ50枚しか買っていってないから、めちゃくちゃ準備してるじゃんこれもちっちゃいのなんですけど、これを50枚さすがに欠かすのは失礼だから、この3枚この12枚を社長が起きたらサブちゃんみたいな感じでカメラを押して書いてもらって、ありがとうございますで終わるんだけど、もう一回ここ戻ってきて出品します。で出品してる間に動画撮り終わったらすぐ消すんですけど、出品した瞬間に、どっちかに買ってもらいます。でもう買われないようにする。であえて購入済みの画面をさっきの売れちゃいましたわって見せて、どんな反応するのかというところで、これアウトかな。人のなんか不安な気持ち煽る感じだから、リキさんは早くやりたいですというわけで、じゃあ早速社長が起きたらサインを書いてもらって転売したいと思います。社長、はい、ちょっと頼みがあるんですけど。なんだ。ちょっとほらホークの口から言ってサインください。ちょっとなんで社長のサインが欲しいんです。え、ポークのやつでしょ。いや、12枚です。12枚。転売。いや違います。普通に使って、普通に家族です。全員の、あ、家族ね、全員の家族です。最初が、はい、中村ルカス・ケンジレ・パウロで、ふざけんってんの。いやふざけてないです、ふざけて。素晴らしい。よし、おー、はい、ありがとうございます。北川景子、お前それはよし、あ、OK です。ありがとうございます。はい、というわけでサイン12枚いただきました。これを今からネットで転売していこうと思います。あ、出品できた。こんな感じでですね、はじめ師匠サイン12枚セット、はじめ師匠の直筆サイン12枚セットです。お値段なんと99,999円でございます。たっけーこれを今買われちゃうとあれなんで、もうすぐにリッキーさんの携帯で買います。ということでソールドアウトになりました。この画面を社長に見せてどんな反応するのか、早速ガチで盗撮してやっていきたいと思います。それではドン。社長ちょっといいっすか。あ、いいよ。話が。俺。はい。いいっす。なに怖。いやそんな。何？いやなんでポークマン。何？いや怖い。謝らなければいけない。何？俺も真剣だった。さっき実はサイン書いてもらったじゃないですか。うん。俺らちょっとノリでじゃんけん負けたやつが出品しませんかっていうこと言ったんですよ。うん。そしてシュッてして消そうかなと思ったら、うん、ちょっとそれを消すの忘れてしまって、20分後にそのこと気づいて見てみたら買われてたんですよ。ってことは出品したのがもう買われたってこと。はい、そうです。これなんですけど、買われてガチじゃん。待って12枚セットって全部じゃん。いや本当は転売するってだけの動画撮りたかったんですけど、うん、でも売れちゃって、しかもクレジットで払っててキャンセルできないんですよ、あっちが。マジ99,999円。そこそこ高いな。え、なんか聞いた話だと、でもなんか友達とかに出すって言ってなかった。まあそういうなんか動画のあれで社長のなんでメルカリで売るみたいな動画を撮りたかったんですけど、うん、まあちょっと編集忙しくてちょっと遅れちゃったじゃないですか、うん、その間に、まあ、こっちのミスというか、それで売れちゃって、本当は売る気はなくて見せるってだけの動画撮ろうと思ったんですけど。何ってことは俺のサインなんか売るように使ったってこと。まあそうですね、失敗というか失敗しちゃって、なんかそういうことのために書いたんじゃないんだけど、でそれでお前らが金儲けたってことでしょ、俺のサインで。まあそうなっちゃって、まあ結果的にはふざけんなよお前。なんかそういうのしたくないからさ、俺サインあんま書かないようにしてんだよ。なんか鶴兄が昔から仲いいからさ書いたわけじゃん。なんかそういうのをさ踏みにじるようなことをさ、なんか3人のそういうなんかヘラヘラしたのでさやられると結構引いたっすよ。すいませんでした。
なんかこれもまあ今実はカメラ回ってて、うん、回ってんね、撮ってるんですけど、これもなんか ドッキリみたいな感じでこう売れちゃったまでがドッキリなんですけど、これって流せますかね。いやダメでしょ普通に考えて。あ、ドッキリ自体がってことですか。当たり前じゃん。すいません。別に俺のしたことで金儲けてるってことでしょ。なんかそれを動画にしてさ、見る人もいるわけじゃん。なんかそれをドッキリとか言っても見てる人多分面白くないし、ちょっと止めんなそれ。あ、わかりました。じゃあこれ書いてもらっていい。書いてもらっていい。あ、え、ガチのやつ。なんか俺、ツル兄がそういうやつと思ってなかったし、それに来るようになったお前らも結局止めなかったわけじゃん、それを。なんかその他の人の何かで儲けて、それをさらに動画にするわけじゃん。俺は悪いけど、そういうことするやつらとは絡みたくない。ちょっと帰ってもらっていいかな。ちょっと編集戻る。とりあえずちょっとカメラ止めよう。これも手口じゃん。これも最初の勝負になったじゃん。え、本当に言ってない？帰った方がいいのか。バカか、ここで帰ったのか。あれだよ、本当に詫びの謝罪絶対入れた方がいい、本当に。謝るよ。ちょっとあなたどうなの。すいません。すいません、シャンパンが。シャンパン選手のポンキ。いや、いいから、とりあえず帰ってもらっていい？なんかそういうのしないようにやったらまた来いよ。とりあえず帰れよ。募集でも近いし。わかりました。気づかないでました。いいよ、はいはい、失礼します。いや、椅子がある方が。お邪魔しました。え、これ本当確認だけど、え、本当に、うん、逆ドッキリみたいなやつじゃない？何もしてない。リキは？今までこんなによくしてもらってたのにさ、簡単に裏切っちゃったみたいな形でしょ、俺は。今割とヤバい状況だよね。俺も持ってきたネタで。違う違う違う、お前が悪いじゃん。ほんと俺らもやっぱり早めに気づけばめっちゃいい話って。俺がやるって言ったらやるじゃん、絶対。そこで違うことに変えられたじゃん、絶対。俺も。いや、これをおもろいと思っちゃった俺が悪い、今回は。マジで。違うと思う、お前が悪いなんだ。本当に自分の妻に、まあそうなの、何回もグループだもん。このまま帰っちゃうより謝った方がいいかもね。なんで戻ってきてんの。やっぱり、なんかこのまま帰るのも、あの、すいません、本当にもう本当にすいませんでした。もう一度チャンスをください。何のチャンスよ。もう二度とこういうことしないと思う。誓うんだよ。もう責任を俺が取りますね。俺も止めれなかったことに罪があるんで、やっぱりすいませんし、本当に本当にもう自分罪買うんで、本当にもう やめる気あるんで、今後ともこうしただけはよろしくお願いします。いや、いいから入って。本当にすいません。いいから帰るって。邪魔。はい、それで帰らせて。はい、わかりました。気をつけて。おい、ポークマン。どうすんだ。もう一回やろう。ちゃんと謝ろう。ポークマン、じゃあもう一回来いって。本当にかわいそうで、やばい。てってれードッキリ最高。ごめんね。ごめんね。
俺絶対もう捕まえと思ってたお前の役ドッキリだよ。もう本当に俺分かんなかった。僕悲しい悲しい気持ちだった。僕嬉しいことしたい。嬉しいことしたいよ。じゃあ社長のサイン言って9万稼ごうぜ。じゃあ帰ろう。